はライオンが暮らすライオンへと出発します。ここから先はライオンバイバイライオンバイバイ。アフリカにいる野生のライオンはライオンさんサバンナと呼ばれる内装の上で群れを作って暮らしています。猫の仲間で群れを作るのはライオンだけ。ライオンの群れはプライドと呼ばれ、メンバーは3頭から6頭ほどの大人のメスと2、3頭の大人のオス、そしてその子供たちです。群れを作ることで野生の厳しい環境を生きているのです。バイバーイ。ライオン園の中には丸太でできた台があります。この上にはライオンのおやつとして胸の骨が置かれています。バンダが待ってます。ダラダラとした舌で綺麗に舐めとります。また噛む力がとても強いので骨を噛み砕いてしまうことがあります。もし台の上に骨が見当たらず2人だけが残っていたら独り占めしたいライオンが骨を持っていってしまったのかもしれません。皆さんは長さが変わります。黒っぽい色は経験が豊富で栄養状態の良いオスのたてがみの特徴です。ご本人のお客様もオスです。オスの体重は200キログラムほど、メスは150キログラムほどと、オスはメスより体が大きいのです。オスとメスは暮らし方にも違いがあります。オスは3歳ほどで生まれた群れから出ていきます。群島でグループを作り
皆さんは現在野生のライオンがどのくらい生息しているのか知っていますか？100年前20万頭もいたライオンはさまざまな理由で2万頭近くまで数を減らしています。生態系の頂点にいるライオンがいなくなることで他の生き物や自然環境に大きな影響が出るでしょう。ライオンを守ることがやだ、もう本当にお昼寝してるよ。じゃあお昼寝、皆さんそろそろ楽しいツアーも終了です。ライオンについて発見があったでしょう。今日はご乗車いただきありがとうございました。